コック 6X35mm PDW は、ナイツアーマメント社によって設計された実験的な PDW。短い重心を持つため、その重心に適する新しい弾薬を使用する。往来の PDW と同様に、コック PDW はコンパクトで、サブマシンガンと同程度の軽量さ、より長い射程のローエンドを持つことを目的として、開発された。 PDW は主に実戦部隊でなく、後方や、非戦闘地域での活動を担当する部隊や、非戦闘員に支給されるための消火器である。コック PDW の重心は10インチより短く、ストックを畳むと19.5インチ、全長は29.8インチ程度となる。現在アメリカ軍で採用されている M4 カービンより1ポンド以上軽量で、 反動は50%少ない。道獣は2006年にアルバカーキで開催されたアリア消化器シンポジウムで正式に持ち出された。初期のショットショーで一部の作家はサンプルを公開してもらっている。道獣は現在生産されておらずプロトタイプでのみその姿を見ることができる。コック PDW は既製品の構成要素をそのデザインに組み込んでいる。 下部のレシーバーは、断層とトリガーアッセンブリーを除いて、基本的にシリーズ下部のレシーバーそのままである。これは、多くの伊手にとって、馴染みのある、M16 シリーズに近づけるためである。断層、上部レシーバーと発射機構は、ナイツアーマメント社による、新規パーツで製作されている。コック PDW は、下等式のストックと10インチの重心を持つ。 そのためコック PDW はアメリカ合衆国で標準的な 5.56X45mm ナトウ弾よりも全長の短い 6X35mm 弾を使用する。6mm の弾薬は 5.56mm と比べわずかに大きな弾頭を備えている。そして 6X35mm 弾は 標準的な 5.56mm の弾マイナス62グレーによりわずかに重い。初速は短い重心から発射された 5.56mm 弾よりわずかに速く、コックは 6X35mm 弾が2425フィート S の重厚初速になると主張している。10インチバレルの重心より大きい直径かつ短い 6mm の弾薬は これらより短い重心のために最適化されており、ライフルサイズの重心では、能率的に作動しない。10インチコルトコマンドの重心から発射される 5.56mm 弾は、ナトー弾薬のためナイツのものに応急される、速さの間に相違がある、792フィート、LBF。そして、他の M16 メーカーに定められた、重工初速。 950フィート LBF と比べてもエネルギーと速さに相違がある。コック PDW はボルトを動かすために重心から熱いガスを使い動く2つのガスピストンを持っている。そしてボルトキャッチは左右適切なところにあり2つのガスピストンの間にシングルメインスプリングがある。ボルト自体は AK-47 タイプ回転ボルトと類似していると言われている。 ありがとうございます。